見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。病気になる。しかも、それが癌のような重い病気だったとしたら、病気や治療に対する不安な気持ちや、うつうつとしたやりきれなさを抱える、そんな癌患者に寄り添ってくれるのが、精神腫瘍医という存在です。これまで000人を超える癌患者や家族と向き合ってきた癌と心の専門家が、病気や癌と向き合う心の作り方を教えます。今回のテーマは、医師から、手術はできない、病気と付き合っていくしかない、と言われた時の対処法です。一般的に癌の治療成績は、癌の種類や性質と、癌がどの程度まで進んでいるかによって決まります。癌の進み具合はステージ I からステージ4までの段階で分類されることが多く、数字が大きいほど進行しているという意味になります。癌と診断されることだけでなく、最も進行していることを意味するステージ4と告げられれば、誰でも大きなショックを受けると思います。しかし、必ずしもステージ4が癌の末期というわけではなく、病気と付き合いながらにはなりますが、今では長期的に生きておられる方も少なくありません。実際、近年の癌治療はとても進歩しているので、根治するケースも出てきています。ステージ4と診断された患者さんの心の内を、一人の男性が語ってくださいました。がん検診年報値でがんが進行。藤原隆さん、6歳男性、かな、は、ある日、瓶に血が混じっていることに気づきました。職場の健康診断は毎年受けていましたが、便潜血の検査、検便だけは、便を取るのを忘れるなどで、年ほどは受けないままでいたのです。藤原さんの脳裏に一抹の不安がよぎりましたが、まあ、大したことないだろう、と気持ちをなだめ、念のためにと、自宅近くの消化器内科を受診しました。消化器内科で大腸の内視鏡検査を受けるため、ベッドに横になった藤原さん。内視鏡が挿入されて間もなく、検査を担当している医師の顔が曇ったことに気づきました。直腸に癌らしきものがありますね、と告げられ、モニターを見ると、そこにはいびつな黒みがかった隆起が映っていました。不安な気持ちに苛まれつつも、癌治療も進歩しているし、きちんと治せばいいだろう、と、楽観的な見通しを持っていた藤原さん。紹介先の大学病院で詳細な検査を受けましたが、その結果は本人の期待に反して、厳しいものとなりました。